何？で、様子はどうだった？
山を降りる道は復旧したそうや。そうか、馬場ももう大丈夫だろう。すぐにでも町へ降りるといい。せやけど大丈夫なんか。山降ろしがまだ山ん中うろついてるんやろ。それはこの俺の問題だ。お前が気にすることじゃない。聞いてもいいか。何をだ。あんたが山降ろしを追い続ける理由や。それこそお前が気にすることじゃない。放っておいてくれ。そうか、けどいつかは話してもらうで。あんたと俺は似たところがある。そんな気がするわ。好きにしろ。このまま月見野へ急ぐのもいいし、なんなら山へ狩りに出てもいい。どちらにせよ俺に一声かけろ。ああ。無駄にはせえへんで。無駄にはせえへんで。
しくいただくで。いや、
あの、いや、行くのか。ああ、せやけどまた戻ってくるかもしれんで、あんたが山下ろしを狙う理由まだ聞いてへんからな。好きにしろ。ほんま世話になったわ。あんたがおらんかったら俺もババも今頃熊の餌へ。本当にありがとうございました。あんたらがどうしてこんな山奥で遭難したのかは聞かないでおいてやる。これから町に降りて何をしようとしているのかも興味はない。だがこれだけは忘れるな。生き物にとって狩りと身を守ることだけが許される殺しだ。わかったな。肝に銘じとくわ。兄貴、それじゃ行きましょう。奥寺藩、ほな。王子公園では明日の夜から始まる月見の雪まつりに向けて、多くの人々が最後の準備作業を行っています。冬の代名詞とも言われるこのお祭りを見るため、毎年多くの観光客が全国からやってきます。商店街の人々にとっても大事な書き入れ時として強い期待がかかります。先日刑務所で発生した火災事故の続報です。事故後、署内から行方をくらましている2名の受刑者について、北海道警察は今朝、刑務所近くの山中でうち1名の受刑者を遺体として発見したと発表しました。残る1名の受刑者に関しても現在も付近を逃走中の可能性が高いとみて、全国に指名手配しました。指名手配されたのは元搭乗会計組員の冴島大我受刑者です。北海道警察は冴島受刑者が札幌市内に現れる可能性が高いという情報もあることから、現在月見の周辺に警戒態勢を敷いています。兄貴、網走刑務所が火災って一体。それに遺体が一人見つかったって。あのアジトの用意ができました。今様子を見てきましたが、かなり厳しい状態ですね。警官がかなり出回ってますね。大通りを抜けて素直にアジトに行くのはヤバそうです。ほな、どうやって行く。とりあえず俺が先を行きます。兄貴は少し離れて目立たないように俺の後をついてきてください。わかった。
ここです。ようこんなとこ見つけたな。昔俺の兄弟分がやってた馴染みのバーです。当然営業してると思って立ち寄ってみたんですが、この通りのありさまで、まこっちとしては逆に好都合だったんですが。どうぞ座ってください。どうやらここ10年の間、月見野の街もすっかり変わっちまったみたいですね。昔はどの店も繁盛してたんですが、なんだか寂しい気分になりますね。確かに結構前に潰れたみたいやな。あった。マッカラン1946がありますよ。あ、ちょっと待ってくださいね。封が開いていなかったんで多分大丈夫だと思うんですけど。でも不思議ですよね。本当なら今頃仮釈放でシャバに出ているはずの二人が、こんな場所でこんなにビクビクしながら酒を飲むことになるなんて。いつかお前と飲みたい思ってた。悪い気分やない。しかしどうして冴島さんだけ指名手配されてしまったんですかね。俺なんか実名も公表されないまま遺体で見つかったことになってましたし、一体どういうことなんでしょう。やはりあの刑務所のことも指名手配も全部東条会が裏から手を回してやってることなんでしょうか。どうしました。ちょっと表出るわ。え、こんな状況の時にですか。ああ、ずっとここおってもらじやがい。いやでも表は警官がうようよしてますよ。大丈夫や、こういう状況にはある意味慣れとる。2年前もそうやったしな。そうですか。でもどうするんです。北方組の情報でも集めるつもりですか。せやな、北方いう男に会おうにもどこにおるかわからんことには近づけんしね。そういうことでしたら
バーアンビシャスという店に行ってみてください。そこの店なら今でもきっと北方組の人間はいるはずです。アンビシャス？はい。その店の奥には昔から北方組がやってる賭場があります。カウンターの男にチップを渡せば裏カジノへ案内してもらえるはずです。そこで一暴れしたら北方の情報も得られるっちゅうわけやな。ええ、でも十分気をつけてください。北方組は一度敵とみなした相手にはとことんやるタイプの古い極道組織です。親父のためなら命投げ出すっていう筋金入りの連中が集まってる組なんで。なおさら楽しみやな。あ、それと兄貴、これ持って行ってください。携帯か。ええ、昔のツテで手に入れました。プリペイド式なんで足がつくことはないはずです。わかった、ありがたく使わせてもらうわ。目つけてんぞ。離せ。
ったく。
手加減なし。すんなよ。俺の勝ちやな。ちょっとちょっと、超無理っしょ。ねえねえダーリー、そこのお兄さん、ダーリー、何見てんだよ。ボクるぞ。マジすみません。お兄さん、許して。待って待って。ほら。ダーリー、
ねえぞ。殴らせろや。ビビってんのか。ほら、あーダリー、マジだ。そこのあんた今日は見逃せる。お前だ。おい。
兄さん逃げんな。そこのお兄さん、ねえねえ、ちょっと G がこんな場所来てんじゃねえぞ。へへ、救急車呼んどけや。
な、そこのおっさん、ビビってんのか。お兄さん、ちょっとだけだって。ちょっとちょっと。